はい、どうも皆さんこんにちは、ラノーです。以前ご紹介しましたこちら、アビオットの TE の D01D という完全漏れ製品をご紹介して、やっぱり結構人気でね、品薄にもなっていて、実際にねすごくいい完全漏れ製品なんで動画見てもらいたいんですけども、このアビオットのね TE の D01D の製品に書いてあるシリアルナンバーを製品登録しますと、片方のイヤホンをなくした時とかに保証期間内であれば特別価格で片方だけ買うことができる紛失保証サービスを利用できるようになるのと、スピンフィットのねアップグレードキャンペーンっていうのを利用できて、スピンフィットの CP100Z の SSSM のサイズ合計3ペアを500円でかなりお得に購入できるんで、今回ですね購入したのでちょっとご紹介しようかなと思います。あんまりねアップグレードキャンペーンやってる人少ないのかもしれないんで、一応ご紹介します。ただね結構めんどくさい。そのアビオットの販売を行っているバリュートレードさんにメールをして、銀行に振り込んで500円振り込んで、で送ってきてもらうっていう感じなんで、ちょっとまあ面倒って言えば面倒なんですけども、それでもね500円で手に入るんでいいかなと思います。でなんでね、そのアビオットの T の D01D とかそういう完全漏れ製品を購入するとスピンフィットが安く買えるのかっていうと、アビオットを販売しているバリュートレードという会社はですね、スピンフィットの国内の代理業務も担当してますので、まあアビオットの商品をね購入した方は安く買えるみたいなキャンペーンをやっているようです。スピンフィットはですね、2009年に台湾で誕生したイヤーピースになってまして、高品質なシリコン素材と360度回転する独自のクッション構造が特徴のイヤーピースになってます。で来たのがねこんな感じの封筒で、まあ届いたんですけども、ちょっと開けようか。こんな感じ、こっちで見るか。こんな感じのスピンフィットが届きました。でこの CP の 100Z はね2ペアですね。だからイヤーピース4つ入りでワンサイズ1000円以上ぐらいするんですよね。で自分がどのサイズが合うか初めて使うときはわからないんで、もう500円でね3サイズ入ってるっていうのは結構お得なのかなと思います。はいはい。で軸はですね、 SS がちょっと紫っぽい感じ、 S が赤紫っぽい感じかな、で M が赤になってますね。耳が僕結構大きいんで M から使っていこうかなと思います。で一応まあ大体の方が知ってるとは思うんですけども、このスピンフィットっていうのはこの開くとわかるんだけどね、こんな感じになっていて、ここの部分がねくるくるこう動くようになってるんですね。だから耳の穴に入れた時に自分の耳の向きに沿ってね、こうくるっとこう動いてくれるんで結構いいというふうに言われています。ちなみに今使ってるのはファイナルの E タイプを使ってます。なんかこの CP100Z は、完全ワイヤレスイヤホン向けに開発されたものらしいんで、ちょっと期待できますよね。こんな感じですね。これあれだよな、このネイビーに赤い軸のイヤーピースってなんか合わないような感じもしますけどね。ファイナルはまあ E タイプって言っても黒もあればこういう透明なやつもあるんで、いろんな色のやつ持ってるんですけども、イヤホンの色味に合わせて使い分けられるんでいいなと思うんですけども、サイズごとに軸の色が変わっちゃうとね、ちょっとこういう感じになっちゃいますよね。なんかフィットしてるんかなこれ、どうだろう、ちょっと聞いてみないとわかんないな。 M じゃ小さいんかな。あ、フィットしてるわ。なんかすごい付け心地がファイナルの E タイプと全然違うんで、もうあんまりこう圧迫感が少ないというか、だから逆になんかフィットしてないような感覚があって、ぐいぐいさっき奥に押し込んだんですけど、結構軽くやるだけで全然フィットするな。付け心地は軽くていいですね。軽い付け心地っていうか、で音もねやっぱファイナルのイヤーピースずっと使ってたんで、ボーカルの重心もなんかちょっと下がるような感じがあって、僕個人的には結構ファイナルの E タイプとアビオットの TE の D01D の組み合わせ結構好きだったんですけども、スピンフィットにするとよりちょっと広域がしっかり出るような感じがありますね。うん、低音はやっぱファイナルの方がちょっと強くなる感じはあるけども、ちょっとイヤーピース変えると全然音変わるんだね。ファイナルの E タイプもいいけども CP100Z に変えてみるのも結構いいかなと思います。付け心地が軽いのは間違いなくいいですね。あとちょっと見た目がちょっと軸の色がね赤なんでどうかなと思うんだけど、僕はちょっと色味を合わせたいなと思うし、合わせられなかったらね、まあ、黒とかまあこういう透明なやつとかね、結構当たり障りのない色に したいっていう気持ちがあるんでね、これはまあ人それぞれかなと思います。はい、ということですね、アビオットの TE の D01D を購入した方はですね、スピンフィットのアップグレードキャンペーン、500円でスピンフィット3サイズ購入することができるんで、結構お得だと思うんでね、ぜひアップグレードキャンペーンをね、なんていうか応募してくださいっていうか、まあぜひ試した方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ結構軽い動画で申し訳ないんですけども、いいなと思ったらグッドボタンと、あと下にね、Twitter のリンク載せておきますので、ぜひね、フォローの方よろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ラノーでした。